どうもジャンダルクです。というわけで、今回はこちら、ホリデーバンドルということで、BO3 同様ね、こちら、IW の方にもクリスマスイベントが来てるということで、早速引いていこうかなと思います。BO3 のね、トリプルプレイの方は、レアドロップバンドル10個と、遠距離近距離が、確定する、バンドルが2個もらいました。はい、こちら IW の方なんですけど、25個のレアドロップバンドルと、250個のサルベージボーナスということで、そんなにお得感はないかな。課金ポイント半額分と、サルベージ250個がプラスということなんですけど、前ね、こちら IW の方に、半額セールが来てましたので、そんなにお得感はないかなと思います。はい、では早速こちら、ホリデーバンドル引いていこうかなと思います。というわけで今回の狙い話しますと、ハンドガンの EMC、こちらエピックと、鬼の回剣、こちら2つが狙いとなっております。あとはショットガンのラック9かな。はい、こちらラック9のエピックもね、かなり強力な武器となっておりますので、ちょっと こちらのね、3つ狙っていこうかなと思います。それ以外はあんまりいらないかな。はい、というわけで早速引いていこうかなと思います。いきますよ。2500ポイントさあ来ましたね。ホリデー、どこ行ったこれ。あー、こっちに行ってるのか。なるほど、オッケー。では早速25個引いていこうかなと思います。まずは1回目、いくぞ。ノーマル、レジェンド、あ、いいね、ライマシのレジェンド。これよくね、これ多分動くやつかな。ね、いいですね。さあ残り24個ということで、いくよ。レア、レジェンド、あ、いいね、レクトのレジェンドはなかなかいいね。ノーマル、レア、レア、なるほど。ノーマル、ノーマル、レアということで、さあ行くよ。エピックいいね、ノーマル、よっしゃー、エピック出た、完璧だ。マジでなんなん、さっき250個やったっけな。もうほぼ意味ないじゃんこれね。何のおまけの250個なんやろね、あのサルベージボーナス。ちょっとよくわかんないんですけど、ノーマル、ノーマル、レア。はい、服装はそんなにいらないよね。なんかね、 BO3 みたいな感じでなんかキャラに愛嬌がわかないんだよね、 IW。 うん、レア、レア、エピック、ショットガンのジャム、いやなんか違うんだよな。レア、レア、ノーマル、なるほど、 EMC のハンドガンということで、ノーマル、ノーマル、レア、ガムアップ、はい、ノーマル、レア、ノーマル、これ持ってるんだよな。ノーマル、エピック、あ、いいね、エピック、KBAR のエピックということで、これが多分ね、ヘッショダメージが上がるやつかな。これ結構サーチとかの頭出しの敵に強い武器となっております。これは結構いいね。さあ早速エピックが1個出たということで、けど狙いはそれじゃないんだよな。ノーマル、ノーマル、エピック、やった、お、いいね、ビーチウェーブということで、結構これディアリティあるよね。さあ行きますよ。これディアルの絵じゃね、さっきのね。レア、ノーマル、レア、はい、サルベージめっちゃ溜まってるね。こんなにいらないんだよな。さあ行きますよ。レア、ノーマル、レア、はい、レア、ノーマル、ノーマル、なんかな、まあ1個か。いやー、残り10個、残り10個頼むぞ。レア、ノーマル、来い、レア、マジか。さあ残り9回ということで、カモン、レア、ノーマル、レジェンド、やった、ピースキーパーだって。これあれだよね、メタルギアとかでこのマークだよね、ピースキーパー。いいね。さあ残り8回ということで、よっ、レジェンド、レジェンド、いいね、レジェンド、ダブルはアサルト迷彩レジェンド。あー、なるほど、ノーマル、なんか同じ迷彩来てるんだよな、いらないんだよな。さあ、6個、じゃあ残り6個引いていこうかなと思います。いきますよ。さあノーマル、レア、来い、あー、いや残り5個か、いや頼むよ、いや残り5個頼む、頼む、せめてレジェンド武器、カモン、レア、レジェンド、やった、オッケー、いや持ってるわお前、来い、レジェンド、レア、ノーマル、レア、残り3個頼む、レジェンド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 、あー残り2回、いきます、せめてレジェンド、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 あー、マジか、品質もいいな、ほとんどダメージもない、マジか、頼む、レジェンド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 、ノーマル、ノーマル、来い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 、エピックやったー。いや、おかしいやろそれ、なんで降臨カード2回かぶんねん。いやー、それおかしいわ、これムカついたから買いますね。ちょっと30個いきます。はい、いやー頼む、レジェンド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 、あー、なんでお前そんな変な降臨カードしてんだお前、マジか、しかも全部重複っていう。さあいきますよ、レジェンド、レジェンド、レジェンド、エピックやった、よし、これは報われた、これは報われた、
やった、タイプデュアルの、これショットガンになるやつなんですね、エピック。これはよし、いい、普通にタイプ使えるよ。よし、運が来た。さあ、残り3回、引いていきましょう。さあ、レジェンド来てくれ、レジェンド、オッケー。レジェンドでもエピックでもどっちもいいぞ、ええぞ。できればレジェンド来てくれ、レジェンドでエピックにつなげろ、お前、ガチャにつなげろ。最後、あの、サルベージ先輩につなげてくれたらいいね。最後、サルベージ先輩につなげる、レジェンド来い、レジェンド、ハンドガンのレジェンド。マカロフ、マカロフ懐かしいな、お前マジか。はい、というわけで今回は、こちらのホリデーバンドル引いてみました。よければね、皆さん、引いてみていかがでしょうか。まあ、エピック最低1個は出るんじゃないかなと思います。まあ、出なかったとしても、その25個引いてサルベージボーナスが結構たまりますので、結構な確率で、あの、エピックゲットできるんじゃないかなと思います。またね、こちら、KBAR のエピックと、タイプ2のね、エピック、また紹介できたらなと思いますので、チャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。よいしょ、相手はスナイパーライフォン、出会った、攻撃中、あんな UAV、お前あれ、カウンター UAV 出せないのか、希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お、倒した、池田やった、これ何これ、何、スパイダー雲の皮、あ、してください、やめろー、何のキーが動かない、ハハ駐車止め、おーしゃ、マジで嘘、オーマイガー、オーマイガー、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん。